はい、どうもー。トリッコのまま、自己中 YouTuber、ブラックボックスキングの BBK。はい、やってまいりました。今週もですね、ウィンハイマー出ちゃうぞ。まあ、自分のチャンネルなんで私事しか言わないですけど、私事ですが、給料入ってからですね、そういえば協定の攻略どうしたんだって話、ありますけどね。まあ、一言で言うとですね、協定上、全協定上に爆弾を仕掛けたい。爆弾を仕掛けないけど、爆弾を仕掛けたい。なんていうのかな。当たらない情報を売りつけてる、なんだか渋谷だかも、それも。金取ってかすりもしないですよ。ということで、もう協定は、自分の力でね、協定ってのは1番人気は10番人気まで常に100円でも1000円でもかけときゃいいの。人の意見を聞いてね、情報買ってね、何万も払ってね、外れたらね、頭にくるじゃないですか。全レース、1番人気から10番人気までずっと買っとけ。予想してる人だってさ、人気っていうのはまあちゃんとありますから、そんなの結果出ますから、人気あればあったんでね。ということでマスクしてるの外れてた。これなんか通気性いますかね。ドンキを足りますけどね。ということで、まあ、よいしょ。あ、そうだ。紙忘れた。すいません。ちょっとね、ご自慢の俺、オリジナルダメージパーカー。もうすごい選択しすぎてこんなになってんだけどもね、結構ね、オリジナルでね、ナチュラル、自然な感じ。編集してる暇ないんだ、忙しくて。編集できないだけなの。編集ソフトがさ、あってやるじゃん。めんどくさくてさ。大したの嫌でもないからさ。はい、あんた行きましょう。お忙しいんで。はい、今週も、トースポの予想を信じていきたいと思います。トースポの予想を見て、その中からチョイスして、さらに予想しても、さらに厳選したものが。はい、これ。もう、もうやだ。もう、協定で負けすぎてさ、具合悪い。もう、協定でカリカリしてさ、なんだこれ、熱が出てコロナかと思ったら、平熱だったよ、もう。この数日で飛んでいったお札はどっかから戻ってこねえかな。はい、ということで、俺、まあいいや。これね、緑が青信号、黄色じゃないって感じ。赤はやべえぞ、これ。やべ、来るかもしんねえぞっていうことをまとめると、はい、もう、でかい紙で前回と通りまして、今回でかくしましょう。わかりますね。はい、ウィンワイン当てちゃうぞ。はい、一番、なんかこれじゃないのってのが、これ、15、7、9、10、18。二番目が、まあ、こう、来るかもね。一番人気が入ってくるかもね。三番。まあ一番人気も入れつつ、こう、ちょっと、来そうな。もうとにかく三が来れば一番美味しい。300円で当ててやる。1点100円、300円。たった300円で当てる。はい。32回。さあ、2、3、当ててらっしゃい。うわ、くそつまん。28回のさ、ニッパー、切れ味のいいニッパーよりは、マシかもしれないけどね。なんのこっちゃった話ですね。31回はいっぱい盛り上がったんですよね。もう、ロビンソンなんとか。バーキン・ロビンソンだっけ ?31。外れましたね。31回外れてるんですよ。31回目。31アイスクリーム。アイスクリームの溶けるような次予想も外れました。もう当ててくださいよ。これで。競馬の神様、これでいいじゃん、もう。もう、協定で負けすぎて、もうゲロです。はい、ということで、もう切り替えていきましょう。ギャンブルっていうのはね、もう切り替えて、生活に支障はないようで、もう支障ありますけど、こっちはね、もう。明日からどうやって生きていくんだか考えてないよ、もう。そこら辺で怒ってるカップラーメンを入れて食っちゃおう、本当に。もう、落ちてねえか。そこら辺に落ちるカップラーメン。危ねえよ、それ。販売機にね、ドリンク買ったら2本入ってたとするじゃないですか。それ買ったら2本とも捨ててください。本当は2本買ったやつと同じやつが入ってたらもう危ないですよね。販売機バーンって買って、自動販売機でさ、もうだいぶ昔の事件ですけど、これね、もう放犯とかいるから危ないよ。販売機バーンとして、ガーンってやって、缶ジュース2個ありました。1個買ったやつ飲みました。もう1個は家に持って帰って飲もうと思ったらその中にですよ。
その中にどうやって入れたのか知らないけど、駐車していたのか知らないですけど、その、ハウス、ホームセンターで売ってるね、除草剤が入ってるわけですよ。まあ、ドン・キホーテで売ってますけど、ね、あれで、呼吸困難になって、病院に運ばれて、救急車呼んだけど死亡と。というようにですね、まあ、特に、どこでそれが起こるかわかりません。自分の身は自分で守らなくちゃいけません。ね、情報弱者の僕はですね、協定の情報屋から情報を買ってですね、もうね、7月からね、負け続けてね、大変なことになってます、もう本当にね。そろそろ本当にもうね、100万に負けが近づくんじゃないかってぐらい金額になってきてますんでね、そろそろ、競馬の神様、明日、僕に5万円ぐらいでいいんで、これ、ちょっとお願いします。お願いします。休みもなくね、働いて、もう朝から晩まで働いて稼いだお金ですよ、もう。それが数日でバーッと、おー、公園の鳩が飛ぶようにお札が、リアル会議です。見てこの服。ね。服買えないんだから。ね。協定で生も入れて、いやいやいや、ベビーメイドのパーカーもあるけど、わざと着てるからね。わざと。まあ、渋いからもね。そうだよね。この世からギャンブルがなくなればいいのにと思う。日本からギャンブルが消えればいいのにとね。思うこともあるけどね。うん、はい。もう、ということで、皆さん、お金は、決められた範囲で、安全に、パチンコやっても帰ったんじゃないですか。パチンコ中毒の人は、ここ電話してくださいみたいな。ね。で、協定中毒の人はどこで電話してるんですかね。あれか。そういった、精神科にも電話してる。はい。では、元気に行きましょう。明日当たるといいですね。さようなら。バイバーイ。